日本とイギリス、今度はデジタルエンジニアリングの分野で提携を結ぶとの情報が入りました。今回は日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社の提携について詳しく見てみましょう。US2 ができるまでの新明和工業社の歴史も興味深いですね。2023年3月15日、イギリスの航空ベンチャー企業のアイラリス社が、日本の海上自衛隊の救難飛行艇、US2 を製造しているメーカーとして知られている新明和工業社と、デジタルエンジニアリングの分野で提携を結ぶことを発表し、注目を集めています。アイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機、アドバンスト、JET、トレインアーと呼ばれる航空機の設計、製造を手掛けており現在は、モジュラーエアクラフトと呼ばれる次世代試作機を、2025年の初飛行を目指し、開発を進めているベンチャー企業である。両社は航空機の設計や製造にデジタルエンジニアリングプロセスを実装するにあたって最適な方法を確立するために協力するとしており、この公表が行われた同月内に今回の提携に基づく動きを開始するとしています。アイラリス社の発表によると、提携の内容としてアイラリス社がジェット軍用機モジュラージェットの開発にあたって確立したデジタルエンジニアリング技術を新明和工業社へ提供するというものでした。そこへ、新明和工業社が得意とする水陸両用機の新規開発などでの活用を目指し、アイラリス社は航空自衛隊の T4 を後継する練習機への参入も目指しており、この分野でも新明和工業社との協業に意欲を示しています。アイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機は、モジュール方式を取り入れた機体となっており、コア、中核となる全部の胴体部分のみを共通にし、用途に応じて要求される飛行性能や運用方法での様々な任務に対応することができる。要するに、必要に応じた最適化されたパーツを取り替えることにより、エンジンを1機にすることも、2機にすることも、どちらも可能にするだけでなく、有人機や無人機にもできたり、武装を搭載し、軽戦闘機として使用することも、可能な機体である。このように、必要に応じて、機関部、主翼、尾翼等の構成パーツを再構成することで、様々な任務に対応できる、モジュラー方式を採用している。斬新なコンセプトを持つアイラリス高等ジェット練習機は、航空業界では非常に高い関心を集めています。アイラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、アビオニクス、制御システム、中核となる胴体部など約 85% のパーツを共通化していることで、先進的な設計だと高評価されています。これまでも、航空機開発では F35 ライトニング AC のように基本的な構造は同じで目的に合った機体を開発してきましたが、アイラリスのように主要な部分をモジュラー化したのは初めてではないでしょうか。アイラリスはこうしたモジュール方式と中心となるパーツ以外のエンジン、翼、尾翼などの残りの部品のみを必要に応じて再構成することで、アイラリス高等ジェット練習機は高い柔軟性と運用コストを減らすことができると主張しています。2021年2月17日にはイギリス空軍で戦闘機の新技術開発などを担当するラピッドケイパビリティーズオフィスとアイラリスがモジュラー軍用機の研究開発の3年契約を締結したことで、アイラリス高等ジェット練習機のさらなる開発を進めています。そこで、アイラリス社は、2021年9月に、アイラリス高等ジェット練習機を無人航空機化したり、さらには、戦闘機型や無人での空中給油機型等のバリエーション豊かな形態への横展開を発表し、拡張の可能性を示した。
こうしたことから、アイラリス高等ジェット練習機は、関連企業において、高い評価を得ており、2021年3月には、フランスの防衛システム大手企業である、タレスのイギリス法人タレス UK との間で、モジュラー軍用機の訓練と、シミュレーターの開発に合意しています。さらに、2021年9月7日には、ドイツの防衛システム大手のシーメンス、イギリスのエンジニアリング大手のアトキンスの両社との間でも、デジタルエンジニアリング技術において協力することで、それぞれ合意しています。そして、2021年9月15日には、イギリスを代表するロールス・ロイス社とも、ロールス・ロイスが研究開発を進めている航空用機関部の推進技術をモジュラー式ジェット軍用機に活用する方法について共同で検討していくことで合意しました。また、アイラリス社は中東の産油国カタールのバルザンホールディングス社からも1050万ポンドの出資を受けたと発表しており、アイラリス高等ジェット練習機が国際的に大きな関心を集めていると述べています。アイラリス社は2022年3月21日、中東のカタールで開催された国際的な海上防衛安全保障イベントイムデクス2022においてモジュラーエアクラフトの実物大モデル2機をカタールまで運んで発表しました。この発表会には、カタール首長のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー殿下も出席し、バルザン・ホールディングスの代表や、英国政府、カタール政府の高官が出席し、また、インド、韓国、インドネシアからの代表団も出席しました。2023年現在、採用国が多いアメリカ製の F-16 ファイティング・ファルコンの介護艦として、一定の評価がある。韓国製の T-50 ゴールデンイーグルスが世界のジェット練習市場では大きなシェアを得ています。しかし、今後はここにアイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機がさらに無人航空機としての拡張の可能性も備えているため、こうした市場に食い込んでくるものと思われ、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得すると思われます。今回は、イギリスのアイラリス社が、日本の新明和工業社と提携を結んだという話ですが、2022年12月9日に、日本とイギリスそこに、イタリアを含めた3カ国による、戦闘機共同開発 GCAP、グローバルコンバットエアープログラムが正式発表されました。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムですが、次期戦闘機の開発は、やはり、これまで通り、アメリカとの共同開発が想定されており、こうした形になることを想像した関係者は、少なかったでしょう。太平洋戦争後、日本がこれまで導入してきた戦闘機は、いずれも、アメリカが開発に関わっており、アメリカ以外の国と共同で、開発を行うのは異例であり、今回の GCAP における、次期戦闘機の開発が大きな注目を集めていることは間違いないでしょう。GCAP グローバルコンバットエアープログラムではイギリスの BAE システムズ社が統括しますが、同社はアイラリス社への出資も言っており、追販する無人航空機へも関与するのか、またはアメリカのロッキード・マーチン社がここへ関わってくるのでしょうか。さて、日本の新明和工業社ですが、兵庫県に本社を置く輸送機器、産業機器の製造会社であり、第二次世界大戦前は、川西財閥の傘下である川西航空機として、航空機の製造会社でした。海上自衛隊の救難飛行艇 US-2 を製造しているメーカーとして知られている。川西航空機は、97式飛行艇や SU-2 の源流となった、2式大型飛行艇や局地戦闘機、市電、
紫電改めを開発、製造した会社として知られており、錦大型飛行艇は、1941年から1944年までに、総数167機が製造され、レシプロエンジンの飛行艇として、世界一を誇っていた。錦大型飛行艇は、機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し、速度面に優れ、かつ、20mm の旋回式機銃5門を固定武装に備えており、1942年3月には、大航続力を生かして、2機で、ハワイへの空爆を行う計作戦にも使用されました。胴体や主翼の燃料タンクには、防弾を施されており、索敵や哨戒では、24時間近い長距離飛行を行うことから、トイレや仮眠用のベッド、食品を保管する冷蔵庫まで設けられていて、無線室も、胴体全部と後部に2箇所備えられていました。ハワイでの計作戦では、大きな戦果を上げることはできませんでしたが、本機は、アメリカや連合国のパイロットから、フォーミダブル、恐るべき機体と呼ばれた。錦飛行艇は、1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 B-38 ライトニング3機と空中戦を行い、第1機を撃墜。また、後には、同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜し、その攻撃力から、後には、空の戦艦などとも呼ばれた。こうした錦飛行艇のノウハウや技術が詰め込まれた、救難飛行艇 US-2 だが、1機あたりのコストが約100億円と高額であり、生産数は、海上自衛隊が運営している8機のみに止まっており、海外への輸出にも力を入れていたが、確定した取引はないようです。そして、アイラリス社の将来性には、大手の軍需航空企業も期待しており、本国の BAE システムズ社、さらには、アメリカのボーイング社も、出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に、新たな潮流を巻き起こす可能性も大きい。